この傷は負傷は私が昨日ね、湿布持ってたの。はい、そう、それで行ってあげたの。優しい。本番前に怪我をしましたということで、島村楽器川崎ルフロンテンです。あと数分で吉田セレクションスーパーライブが始まってしまいます。緊張してます？全然してない。ぼーっとしてきた。よくないですよ。意気込み的には何かあります？そうですね、楽しく皆さんと一緒に楽しめたらいいかなと思ってます。はい、本日のメンバーです。メンバーあんま映さない方がいいのかな。これ YouTube に上がりますけど、全国にばらまかれますけど大丈夫ですか？恥ずかしい。あ、そうですね。では本番もよろしくお願いします。スムースジャズでもちょっとファンキーめのスムースジャズなんですよね。それがいいですよね。結構スムースジャズ界では、ね、あのデイビッド・サンボンとか神様的に、扱われてるんですけど、ジェラルド・アルブライトはそう、みんなと一緒のが嫌なんで、だからなんかキャノンボールアダレとか、メンショーパーカー、ちょっとファンキーめの人が好きでよくコピーしてたみたいですね。あ、で、それを好きな吉田さんってことはやっぱりちょっと他の人と一緒のことは嫌だっていう、ちょっとひねくれた部分が出ちゃう。他の人と嫌だって言ったら、これ見たらもう他の人と嫌だって感じするじゃないですか。確かにそうですよね。楽器見ればわかりますよ。間違いない。普通の楽器を使って大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。上手じゃないとこっていうのは自分の中だけで、聞いてる方はね、上手じゃんって思うのが大体です。大体ですか？大丈夫です、大丈夫です。はい。やっぱりね、シンセサイザー入ると、音がね、伸びてるので厚みが出ますよね。そうなんですよね。デイブ・コーズっていうアーティストが好きで、デイブ・コーズがカーブをそこに使ってるんですよね。ああ、なるほど。そういったとこもあるんですね。やっぱ好きなミュージシャンがね、使ってる楽器って気になりますよね。そうですね。まあ大体マウスピースとかね、リードとか楽器は好きなミュージシャンのを真似して、そうですね、シグネイチャーのモデルとかね使ったりします。吉田セレクションから入るっていう的な流れですよね、これはね。そうですね、吉田シグネチャーモデルなので。いや、本当ですよね。素晴らしいですよね。今回はね、あれ、前のやつはもうじゃあ売り切ったっていうことになっちゃうんですよね。あれももう全部売り切りました、ね。もう買えない。インターネットでお一人買っていただいた方もいて、すごいですよね。ネットで買うってね、実際こうやって楽器を吹いて買いたいじゃないですか。そんなに安い買い物じゃないのに、そうですね。ネットでポーンっつって、ポチポチマウスクリックポチで買うってなかなか勇気いりますよね。いや、世の中にはもうお金持ってる方がね、たくさんいらっしゃるんですよ。そうですね、やらしい方が。まあでもね、こう気軽にね、だからだってこれしかないからね、結局、ね、そうですね、ここで、そうですね、これを取り寄せるしかないですもんね。ここに来れないんだったら、そうやって買えるようになるのはね、めっちゃいいことですよね。今度売れてたらいいな。この後、ぜひご馳走お願いします。ぜひ馳走、はい、馳走するだけはタダですからね。そうですね、タダですよ。さあさあ、この調子だと多分終わらないぞ。終わらないじゃん。内容が不満そうになんかどうかなっていう。大丈夫大丈夫、終わります終わります、終わらせます、大丈夫です。大丈夫。さあ、じゃあトントン行きましょう。次にお送りします曲は I Will Always Love You という、ホイットニー・ヒューストンの、まあ、有名な楽曲。別名エンダーですよね。そう、エンダーです。そうです、泣けるね感じですよ、本当に。これやっぱなんかサックスでこういうバラードを演奏するってのは本当に似合いますよね。いやーね、美味しいんですよ。それはサックスの人モテるわと思って。間違いない。どんなにね、エンダーでこれドラムドーンってやっててもそこでかっこいいってならないですよ。どう考えてもエンダーって吹いてる人の方がかっこよくて、そっちがモテるの決まってるんですよ。もうね、我々もそういう役回りをね、欲しかった。なぜそっち行った方がいいんだろう。そう、もうなんでドラム選んだんだろうと思って。本当ですよね。ベースもそうですよ、大概。ですよね、もうセッティングするときも大変だしね。そうだね。もうサックスったらね、ポンですよ。ポン、まあ、もちろん掃除とかありますよ。で、こうやってポンで来れるじゃないですか。まあ、ドラムポンで来れないですからね。そうですね。ねもう全部ネジとか締めなきゃいけない。そうそう。ドラムは大変ですよ。本当に乗ってくるのが大変ですよ。ベースも重いですもんね。重いです。弦も5本もあるし、本当に。ね、5本も6本。そうか、5弦使ってるんですよ。今日、そうそう。なんか
あ、やべ、失礼しました。ベース番号になるところ。これ、いつまで続くんだろう。早く準備が終わるかなと思って。顔をつないでいただいてるんですけど。そうです。我々はカットしてもらって。それでは、次はですね、I will always love you を、まあこれ、カーク・ウィラムっていう人が感想で、ソロを吹いててすごい有名なんですが、まあ、テナーサックスで、同じくカーク・ウィラムのテナーサックスで演奏したいと。ネック変えるだけでね、音色ってすごい変わるので、うん、まあ、ちょっと実際じゃあ、うん、吹いてみましょうか。まあ、次の曲で一回これどうも。プラチナモデルで一回吹いてみる。いいですね。今回はそういう感じでね、楽器も変えてくるっていう。いいですね。大丈夫かな。大丈夫です。無敵の吉田ですから大丈夫です。はい、そうです。やっぱ実際にね、こう曲の中で吹いた時にね、どういう感じに変わるかっていうのはなかなかあれじゃないですかね。普通のライブだとそのことする人いない。いないですね。ね、うん、まあ、あとなんか解説を聞いて。でその上でそれを聞くと、あ、違いって、あ、なんか分かる時ありますよね。そうですよね。なんかそういう風に解説されないと、あ、まあなんか楽器変わったなぐらいの感じで思ってるけど、うん、そうですよね。なんかこのラーメン美味しいよって言われて食べるラーメンと、なんか適当に食べたラーメンだと同じラーメンなのにすげえ美味しく感じるみたいな。あ、そうです。なんかプレッシャーかかりますよね。なんかお前違い分かるからみたいな感じで、ちゃんと違うみたいな言葉だったらね、違う前提で聞けるから。あ、まあまあ、いい、ね、そういう、ね、番組ありますからね。はい、そうですよね、うん、でも変わったっていうことで、これでちょっと楽しみですね。はい、これもちょっと音出してみます。ああ、いいですね。プラチナってあんまりあの作成ないのでわからないと思うんですけども、結構、ね、あのブリリアントな響きでパワーがあって、あとはブリリアントっつってもわかんないですよね。華やかな響きで、どうかすごい、なんかすごい言い方だと思いました。え、すごいいい感じであることは伝わってくる。ブリリアントですよね。そうですね。すごい差し入ってるみたいな、そんな感じですけど。そう、差し入ってる。すごい差し入ってる。あと、早いフレーズってすごいね、輪郭はっきりするんですよ。あの見た目シルバーに見えるんですけども、シルバーの楽器は音が柔らかくなって、はいはい、まあ、輪郭丸くなるんですけども、はい、こっちは、まあ、角はカクカクした感じではないんですが、音がすごいはっきり。なるほど。均一に聞こえるようになります。すごい差し入ってるけど、すごいさっぱりしてる。あ、そう、そんな感じ。そんな高く見たことない。合わせ持ってるのすごいです。めっちゃいい。吉田さん、ライブお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。もう3回目のライブでしたけど、はい、手応えいかがですか。手応えは、でも、ね、自分も楽しめましたし、お客さんもすごい楽しんでいただいて、しかもね、選定楽器とかこういった私が作ったわけではないですが、私のオリジナルモデルに興味持っていただいて、はい、なんかね、今後もなんか興味持っていただいたことがすごい良かったと思います。泣いてるお客さんいましたけど。あ、確かに泣いてましたね。泣いてましたよね。泣いてた。やっぱ目の前にいたお客さんえ、泣いてるとか言って自分の演奏で、ね、感動を与えられるっていうのはすごいですよね。嬉しいことです、ね、はい。自分実はあの袖からあのチラチラ動画なり写真なりを撮ってましたあれ使っていいですか。あ、いいです。あのチラ見せ的な感じでね、あの曲は載せずに、はい、ちょっと面白そうなところだけ、はい、あの来て使います。は目立ってたこいつ、はい、何ですか。こいつはですね、セルマーのシュプレーヴとコラボして、あの吉田モデルという、今回、ね、第2弾なんですけど、前回はネックがピンクゴールドとピンネッキのモデル作って、はいはいはい、それね、完売したんですよ。すごいですね。3本中3本3本とも完売。やば。ネットでも売れましたし。いや、すごいですね。で、今回は調子に乗って今回はプラチナモデルを作りました。プラチナモデルちょっと近くで撮りますね。大丈夫ですか。指紋が目立ってませんか。ああ、でもそれぐらいやっぱ皆さんの手に取ってもらえたってことですから。そうですね。はい、綺麗。下の方も見てもらっていただいて、これはこれも吉田モデルのアクセサリーとして作りました。もう普通にない仕様のフィニッシュにしてるので、はい、珍しいですよ。すごいですよね。サテンシルバーにピンクゴールドの、うんうん、レバー。あ、すごい。これはピンクゴールド全部、はい、まあ、前回
作りましたね。そうですね。でこれは銀メッキにピンクゴールドの、これは、銀メッキに、ここは普通のラッカーですね。ああ、うん、そうなんですね。でこっちはサテンの銀メッキに、金メッキかけます。なるほど。なんかちょっと値段が高いんですよ、ね、本当だ。これ見てみよう。これもありますよ。これはロゴが違うんですよ、色は。あれ本当だ。こっちは旧ロゴで、旧ロゴのものが残ってたんで特別にこれをつけてもらったんですが、ここは水色なのに、これなんか紺色というか。そう、紺色なんですよ。かっこいい。珍しいですよ、これ。あんまりないですね。初期型のやつがこの色だったみたいな。あ、いいっすね。これはサテンのシルバーに銀メッキですね。銀メッキ、かっけえ。普通にないです、こんな仕様に。はい。ちなみに今回のこれは前回3本作ったわけじゃないですか、はい、今回これは何本作ったんですか。これはこれだけですか。え、じゃあ1本限りなんですか。1本限定で、世界に今1本ですが、お、今後、欲しい方は受注生産という形で取らせていただきます。おお、じゃあもう今回はみんな手に入る。そうですね。おあのご注文があれば。よかった、もう買えるわ俺。買う？買わない買わない、あ、やばいやばいやばい。これは買える？あ、これはそうですね、うん、ネック単体で、はい、セルマ使ってる、シュプレーム使ってる方だったらもうはめられるんですけれども、はいはいはい、普通のセルマ、他のセルマでもはまることははまります。ただはめてみないとわからないので、シュプレームもお持ちの方の方がいい、うん、選定書も好きです。素晴らしい、かっこいい。すげえ、いやもう来るとこまで来てますよこれ。本当に。じゃあ今回のライブも大成功ということで、はい、大成功という、はい、ありがとうございます、はい、また、はい、また次回やるよ。お、近日公開。近日公開またやりますから、はいはい、じゃあまた皆さんお越しいただけたら嬉しいです、はい。次回武田セレクションでお会いしましょう。なんでね。何セレクションしようかな。何のセレクション。武田ライアン。毒持ちの深海魚とかどこがいいんだろう。水族館でやった方がいい。確かに。ありがとうございました。ご協力いただき。また。はい。なんかエンドカード取っときます。ね。チャンネル登録よろしくみたいな。あ、いいですよ。なんかすごい無茶振りしましたけども。チャンネル登録よろしく。そんなんちょっと驚くしてもらえない。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、今吉田さんの顔のところにね、登録ボタン出てるはずですから、はい、そこら辺で、はい、ありますんでね、よろしくお願いします。はい、はい、では次回吉田セレクションでお会いしましょう。バイバイ。